ところで中村は、はい、確か所属はどこだっけ？青鬼だっけ？いや、シグマセブンです。え、おかしいな。おかしいですか？シグマにはそういう男はいないはずだ。あれはですかね、3年ぐらい前に、はい、入れてもらったはずなんですけど。はずなんだ。はい、まだですかね、まだ入ってない。入ってるんじゃないですかね。一応、ホームページで見ましたよ。やかましい。すいません。戦ってる。要するに、はい、俺に対する仁義がないんだな。ああ、そうですか。何々、中村雄一、はい、あ、香川県出身だ。はい。うどん。嫌な世界だな。どういうことですか？これなんであれだろう、香川県ってのは勝利寺拳法だろう。あ、よくご存知ですね。はい、そうです。それから、杉田智和と大仲良しって言うんだけど、本人には自覚はないって言うんだが、どうなんだ？そうですね。まあ、あれもいい男だよ。男っぽい男だよな。ああ、うん。若本さんのこと大好きです、ね。その裏は知らないよ。裏は知らないけど、一応俺の目に映る限りは、杉田は男っぽく感じる。ね。本当は知らないぞ。知らない。いい人ですよ。お前たちが、はい、ベッドを共にしてるかどうか知らないけど。なんでそういう話なんか、そういう感じなんですよ。でもね、あんまりね、認めたがらないんだって、中村が。友達だってことは。他の方と同じ列の友達です。ベッドを共にしたのがバレるから。うわー。ばー。ずいぶん嬉しそうな顔してる。いや、そういう話大好き。ね、さきさん、くっついてますね。そういう話大好きなんですか。違うね。嬉しそうな顔をしてると同時に、うん、その瞳の奥には悲しそうなんだ。ちょっとマスター、何を見て。いや、それは分からない。分からない。俺何言ってんだろう。俺何。じゃあ次行こう。